長い旅行に必要なのは大きなカバンじゃなく、口ずさめる一曲の歌さ。あんまり誰かを崇拝したら本当の自由は得られないよ。いつも優しく愛想よくなんてやってられないよ。理由は簡単。時間がないんだ。大切なのは自分のしたいことを自分で知っていることだよ。一度決めたら最後までやり抜く。それが俺の人生さ。自由が幸せだとは限らない。本当の勇気とは、自分の弱い心に打ち勝つこと。包み隠さず本当のことを正々堂々と言えるものこそ、本当の勇気ある強いものなんだ。もっと育児のない弱虫は、自分のした悪いことを隠して人を騙すことだよ。ダメだよ。僕は孤独になりたいんだ。来年の春、また会おう。僕は物心ついた時からたった一人で旅を続けてきた。多分これからもそうするだろう。それが僕にとっては自然なことなんだ。自然を感じるだろう。強い風の前に立って自分たちに向かって進んでくる雨を感じるのは、なんて素晴らしいんだ。人の好みは千差万別さ。もし全部の人間が同じものを食べ、同じものに感動し、同じ本だけしか読まなくなったら、僕はそんな世界は味気のない、つまらないもんだと思うんだ。故郷なんて別にないさ。強いて言えば地球かな。自然の力は素晴らしいもんだよ。だから、涙はもっと大事にしないとね。自分の入りたくないところに無理やり入れられたら君はどうする？自分のやりたくないことを押し付けられたら君はどうする？
心のつながった仲間こそルビーにも勝る美しいルビーさ。みんなと同じことをするのはたやすいことだ。僕のものではないよ。だけど僕が見ている間は僕のものなのかもね。世の中にはね、自分の思い通りにならない人の方が多いんだ。おべっかばっかり使って友達になろうとする人もとても多い。だけどムーミン、僕はそんな奴が大嫌いさ。僕は世の中のこと、すべてのことを忘れて暮らせたらどんなにいいかと思ってるんだ。怖いかどうかはやはりムーミン自身が経験しなきゃならないんじゃないかな。何でも自分のものにして持ち帰ろうとすると難しいものなんだよ。僕は見るだけにしているんだ。そして立ち去るときにはそれを頭の中にしまっておくのさ。その方がカバンをうんうん言いながら運ぶよりずっと快適だからね。ありがとう。でも今考えたんだけど、持ち物を増やすということは本当に恐ろしいこと。自分で綺麗だと思うものは何でも僕のものさ。その気になれば世界中でもね。物の持ちすぎで苦しむのは自分だぞ。僕は自分の目で見たものしか信じない。けど、この目で見たものはどんなに馬鹿げたものでも信じるよ。そのうちなんて当てにならないな。今がその時さ。人の目なんか気にしないで思い通りに暮らしていればいいさ。明日も明日も遠く離れている。人と違った考えを持つことは一向に構わないさ。でもその考えを無理やり他の人に落ち着けてはいけない。その人にはその人なりの考えがあるから。
僕たちは本能に従って歩くのがいいんだ。僕は磁石なんか信用したことがないね。磁石は方角に対する人間の自然な感覚を狂わせるだけさ。つまらん意地を張って優しい仲間を失うことは、美しい宝石をなくすことよりも悲しいことだよ。君は今日一日ムーミン谷に笑いを与えたんだ。ムーミン谷は今日一日なんとなく楽しい。それは君のおかげだ。どこにもなかったら自分で作ってはどうだい？できるかどうかはやってみなければわからないんじゃないかな。飢えを知っていればこそ、僕は二度とそうしたくないと努力するだけだよ。穏やかな人生なんてあるわけがない。人間もみんなに怖がられるようになると一人ぼっちになってしまうのさ。有名になるなんてつまらないことさ。はじめはきっと面白いだろう。でもだんだん慣れっこになってしまいには嫌になるだけだろうね。メリーゴーランドに乗るようなものじゃないか。いざ泣こうとすると泣けないことってあるだろう。生き物にとって自然に振る舞うのはとっても大事なことなんだ。眠っている時は休んでいる時だ。春、また元気を取り戻すために。何かを試してみようって時には、どうしたって危険が伴うんだ。僕はあっちで暮らしたり、こっちで暮らしたりさ。今日はちょうどここにいただけで、明日はまたどこかに行くよ。テントで暮らすっていいもんだぜ。君たちはどこかへ行く途中かい？生きるってことは平和なもんじゃないよ。この世にはいくら考えてもわからない。でも長く生きることでわかることがたくさんある。君たちも大人になればわかるさ。ある意味で大人は子供よりもっと子供みたいになることもあるんだ。
あんまり大げさに考えすぎないようにしろよ。何でも大きくしすぎちゃダメだぜ。その人は親戚は多いし知り合いもたくさんいたんだ。でもね、言うまでもなく、知り合いがたくさんいたって友達がいないってことはあり得るんだぜ。義務って何のこと？したくないことをすることさ。人の涙をもてあそんだり、人の悲しみを顧みない者が涙を流すなんておかしいじゃないか。孤独になるには旅に出るのが一番さ。旅に必要なのは大きなカバンじゃなく、口ずさめる一曲の歌さ。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。